片倉重長は、安土桃山時代から、江戸時代にかけての武将。仙台藩田手家の家臣。片倉ク影綱の子。伊達政宗、忠宗、綱宗の三代に仕えた。白石城主、陽名、通称は、矢左衛門、サ左,左衛門の。通称は、片倉家の当主に代々引き継がれた、小十郎である。意味川はじめ主月で、江戸幕府三代将軍。 徳川家光の志士、家綱の意味なじを避けて重永長と改名した。妻は、ハリセイ、森忠の娘。五妻は、アバイの娘。子に、正木藩書大藩主、松前義弘の矢後松前康弘の妻、キ佐。男子がなかったため、松前康弘とキ佐の子の外村影長を養子とした。天正十二年十二月二十五日、出羽国をい間ま軍長井総軍村。 片倉間館において、岳家の家臣、片倉影綱の子として生まれる。天正十九年、伊達城実を、江ボシオとして玄服した。同年、重永は、四君、政宗や、父、影綱と共に、京都伏見に上り、慶長四年まで滞留し、その間に、太閤、豊臣秀吉からおは織を賜った。慶長五年七月、 関ヶ原の戦いの白石城の戦いでは、渡城の留守教役を命ぜられていたが、父と共に従軍し、初陣を飾る。慶長6年9月、主君、正宗の京都伏見を党の国として、父と共に同行。慶長7年1月の豊臣秀頼や、同年7月の小早川秀明にそれぞれ敗越し、慶長8年に主君、正宗と共に帰城した。 慶長19年からの大阪の陣では、病虫にあった父に代わって、正宗に従い参陣し、敵将の後藤を元次を討ち取るなどの功績を立て大いに、名声を上げた。父からは、一軍を預かる将として歯を交えることなどあるまじき、行為として、叱咤を受けたが、世間からは父に劣らぬ、自由権備の名称として、鬼の小十郎と称された。元那元年10月14日、 七の影綱が死去すると家督を継いだ。重永の性質は江戸に人質として滞在しており、官営三年七月に江戸屋敷にて死去した。大阪の人事の乱暴を取りされ、次女となっていた青梅は、真田信繁の武の三女であることが判明して、側室となっていたが、これを形質とした。官営十三年四月、主君、正宗が参勤交代により、 江戸に向かう途中、白石城に一泊し、陽子氏の掛永と共に拝越する。これが正宗との根性の別れとなったのであるが、この時、正宗は国の久しいことを心がけ、よく取り計らってほしいと重永に工事を託したという。慶安四年十二月二十八日、市君、伊達忠宗より、仙台藩の価格中の一家の座を賜る。万治二年三月十五日に死去。 去年76、法名は、一方元丸を新生員。死後、養子となった外孫の影長が家督を継いだ。ありがとうございます。